お腹すいた。この電車、車内販売ないの？うん、見かけないね。あ、飴ならあるよ。お腹は膨らまないけど。食べる？食べる。トールちゃんもいる？食べる。待ち合わせ時間、もうちょっと早くすればよかったね。バスが渋滞しなかったら、お弁当も飲み物も買えたんだけど。どいて。ひななちゃん、みんなの分も買うよ。いい？オッケー、あざーす。ひななちゃん、この駅多分そんなに長く止まらないから急いでね。うん。あ、私も手伝ってくる。うん、行く？一緒に。大丈夫、待ってて。あ、ひななちゃん、どうしたの？なるよ。うん、お弁当はない。駅弁は売り切れ。まどかちゃん、起きてたの？ところどころは、もう現地に着いてから食べたら、仕事が始まるまで少しは時間あるでしょう。あるの？あるある。確認してみるね。それじゃあ寝る。うん、空腹も紛れるし、着いたら起こして。コイトちゃん、時間は？うん、時間はあるけど。店がない。撮影終了しました。電車で帰宅します。直帰予定です。これでいいかな？うー、オッケー。やば、電車1時間後。1時間後？各駅なら何本かあるけど、乗り換えだるいでしょう。ああ、待つか。何する？何しよっか。とりあえず食べ物じゃない？
食べ物ないよ。ねえまどか先輩、どこ？知らん。食べ物はないけど、見て海だよ。にゃーにゃー言ってる。え、猫？え、鳥、多分。あ、本当だ、たくさんいるね。魚もいるかな。いるんじゃないかな。あっちにあるの漁船だよね。漁船があるなら食堂もありそうなのに。あった？ない。正確にはあるけど遠い。ひなな、歩いてもいいよ。口コミもないし、営業時間も書いてない。リスクが大きい。はあ。今日はご飯抜きで。夜に一日分食べないとだね。そろそろ時間かも。電車？じゃあ戻るか。まどか先輩、ぬい忘れてる。ああ、ぬいぐるみあげる。まどか先輩のだよ。飾る場所ないし。手作りだって言ってたよ。手作りのプレゼントだって。え、ファンが来てたの？直接は会ってないけど、スタッフさんに渡してくれたみたい。水郷。あと一緒に並べて置いてほしいって言ってたって。各人で持ち帰ったらバラバラになるけど。ああ、じゃあトール先輩のところに置く？どこでもいい。それか事務所とか？置く場所もらえるかな。次は2時間後。2時間後！？さすがにちょっとポンコツすぎる。どうしてこうなった？ちょっとそれ貸して。ぬい？持ち歩いているのも変でしょう。まとめてカバンに入れとく。解散するとき出すから。ああ、出すの忘れてた。ひななはいいよ。まどか先輩のところ置いといても。うん。あ、でも飾る場所ないなら私の部屋でもいいよ。今隣に置いてきてもいいけど。いいか、しばらくの間だけ。手紙。
こっちは逆に、あんな遠くにもファンがいたのかって思うけど、それからずっと並べておくのは、ノクチュル。私はなんでノクチルなんだっけ。朝倉がおかしな芸能事務所に騙されないため。もういいでしょ、そういうのは。理由がない。もうノクチルを続ける理由がない。私は何？はあ、何やってんの？割と空腹が限界。ご飯って。うん、山盛り。